幼英隊は、新末民発の政治家。新末は、立憲派。五宝運動時は、政学派。国民政府時代は、新政学派として活動した。字は、通る教。富裕な家に生まれる。伝統的な教育を受け、若くして、秀才となった。しかし、1901年、関東高等学堂に入学し、以後は西洋型教育を受けている。間もなく、 北京法制専門学校に入学した。卒業後は、東州に戻り、関東法の主筆となる。1908年、関東省市議局議員となり、立憲派として活動した。中華民国成立後の1912年、臨時参議院参議院に当選した。同年、総教人率いる国民党が成立すると、与英体もこれに加入した。 1914年、遠征外の命令により、国会が停止されると、要は、上海に移る。正義雑誌を創刊して、半円の主張を宣伝した。同年7月、高校、離婚元陳独修、スーロラと共に、王子研究会を組織した。これは、孫文らの中華革命党と共に、半円の主要団体となった。 1915年8月、遠征外が皇帝即位を拡作すると、洋英隊、谷昌州らは、藩園の境外受会を組織する。さらに10月には、中華新報を創刊して、藩園の宣伝をより強化した。洋らの言論活動は、同年12月の五国戦争において、世論喚起の役割を果たし、五国軍に対する重要な側面支援となった。 1916年6月の遠征外資後、国会が回復したため、養英隊は再び議員活動を再開する。国会においては、両慶長らが組織した憲法研究会に対抗する憲法省会に所属した。同年11月、離婚元超明るそう、谷昌州、中栄県らと共に、政学会を組織し、要は13人の幹事の一人となった。 これが、政学派の始まりである。1917年7月、国務総理団気髄との対立から、ーラ政学会の構成員たちは、南下して、公衆入りする。そして、孫文を支持し、国会非常会議を開催した。その後、孫文は、陸海軍大元帥に選出された。しかし、洋英大羅政学派は、新春権を領収として擁立し、 公正派の陸栄帝らと連合して、孫と敵対した。その結果、1918年5月、大元彗星が七総裁による集団指導体制に改められ、新が主席総裁となり、政学派と公正派が南方政府の主導権を握った。要は、軍政府財政庁長、関東省財政庁長、公衆市政文書ただし文。 関東省庁などを歴任した。しかし、次第に、政学派と公正派の権力独占への反発が高まる。1920年に、孫文、統治議行らが反撃に転じた。この結果、政学会は解散に追い込まれる。10月には、孫文らを支持する越軍の陳形名の攻撃を受けて、新春県はゲイヤし、公正軍は関東から駆逐された。 洋衛隊も逃亡し、その後しばらくは、北京政府側の要人として活動することになる。北京政府崩壊後の1928年、洋衛隊は、国民政府外交部長寄付の推薦により、国民政府入りする。間もなく、国民政府軍事委員会参議として、紹介席の副審、参謀となった。要は、表玉賞を経済手段により、 円釈山を政治手段により、理想人を軍事手段により始末し、そして長学寮は外交手段を用いて取り込むべきである旨の進言を、章に対して行い、章もこれを採用した。これにより、章、円利を、反昌戦争に追い込んでしまう、右与曲折があったものの、最終的には、要の進言通りに、章が国民政府における、 指導権を獲得することになった。1931年から中国共産党総統作戦が開始されたが、第1次から第3次の総統作戦はすべて失敗に終わった。そこで、傭英隊は3分軍事、7分政治の策を紹介席に進言した。これはすなわち、歩行制度や行政正しさし選任制度などの政治的手段を用いて、 共産党を政治的、経済的に追い詰め、さらに省の非直系部隊を討伐に差し向けて、潜在的な敵対勢力を弱体化させることを内容としていた。省はこれを採用し、1933年2月、要は、軍事委員会委員長南正幸英秘書長兼第二町長に任命された。1934年には、 紹介席が衝動する新生活運動の企画、立案について、与英隊がこれを担当した。1935年1月、軍事委員会委員長四川行英秘書長に就任した。要は、川軍軍人たちの権限、影響力を削減して、省の権力を浸透させるために、前年から立案していた。 行政正し察し選任制度などの様々な施策を実行している。同年2月、古北省政府主席に転じた。行政改革、政治改革を実施して、やはり国民政府中央の権力浸透を推進している。以上のような様々な貢献により、洋英隊は中国国民党内で新政学派と呼ばれる派閥を形成した。この派閥には、 将軍など有力政治家が属している。しかし、陽をはじめとする、新生学派の台頭には、陳香、陳達らの CC 派が不快感を抱き、次第に、両派は激しく党内抗争を繰り広げるようになる。1936年10月25日、陽英隊は、観光訪問中に、CC 派が派遣した資格に襲撃され、暗殺された。 去年57、ありがとうございます。